こんにちは、ドクターネックスです。本日はイベントクエストやっていきましょう。ブラッドライムス、ごめん意味が分かんないですあまりに分かんなくて翻訳かけました。1番、ユーハバッハが霊王宮へ進行し、0番隊とシュテルンリッターの激しい戦いの幕が上がる。ユーハバッハが霊王宮へ進行する。そこに立ち塞がる0番隊。かかってきなよ。そら無駄だよ。よくの判定がどうだ。逃がさないよ。どうだ。二枚や OA2。 何話まであるかな。2話。ゼロ番隊は各々の能力でシュルニリッターに攻撃を仕掛けていく。3話ぐらいこのまま覚えていこうかな。かかってきなよ。逃がさないよ。どうだ。無駄だよ。二枚やオーエッジ。どんどんいきましょう。3話、致死量を操りオーエッジを追い詰めるナックルバール。シェルニッターとゼロ番隊の攻防は過激さを増していく。
かかってきなよ。無駄だよ。どうだ。逃がさないよ。無駄だよ。どうだ。生まれ変わった。無駄だよ。二枚や OA2。 この選手交代。要はナックルバールの致死量に倒れる OA2。 致死量に対抗するため OA2 は自ら首元を切りつけた。一元さんはお断り。こんなもんかよ。さあどうぞ行くよ。あれ4枚だったんだ。なんか思ったんだかと思ったら、ごめん、もうちょい活躍の場を見せてあげればよかった。地獄級がこの人間だとめんどくさいけど、ゾンビさんならだね。
そらよ、露天風呂からの日光浴と行こうぜ。剣ピカこんなもんかよ。はい、もう一丁。おー、えっつ。かかってきなよ。どうだ？無駄だよ。かってない。無駄だよ。どうだ？デッカごとに現状がずっと強すぎるな。うま、逃がさないよ。無駄だよ。どうだ、逃がさないよ。しまい、二枚や OS。 はい、じゃあ昇級出していきましょう。一旦挟みます。さあ昇級出してきました。予想通りの人間キラ、あ、人間ですね。一元さんは怒らなかった。最強になってしまったキリンさんに敵はないですね。フル開眼してきました。楽にしてやる。生まれ変わったちゃんぼくはかっこいいかい？あれ、強攻だけで死んでる。楽にしてやる。楽にしてやる。あ、こっち。はい、必殺技のボムを先に取ると。そらよ、露天風呂からの日光浴と行こうぜ。ケンピカこんなもんかよ。まあまあまあ、そりゃそりゃ楽ちんよねーっていう。今回のイベントは新しい瓜生が手に入ります。忘れずにゲットしてレベル上げていきましょう。まあいつも通りな感じですね。チケットが手に入ってという。最近のイベントではよく言うんですけども、あの神髄の巻物本当貴重なんで、なるべくここまで頑張りたいとこですね。はい、今回はここまで。結局一元さんはお断りだぜ。最強となっております。はい、今回はここまでです。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。